イメラジオ第六千三百五十五回。今日は令和六年五月二十三日木曜日です。時刻は午後三時、横浜港北は軽い。明るい午後ですね。雲が出ていた午前中ですが、午後になって晴れてきました。お日様も出ていますね。今日は午後の早い時間、緑道を走りに行きました。 午後3時、まだ日がある午後というよりも5月ですから本当に明るいですね「夢ラジオ」今回は「水島社長の参政党分裂論」こんなタイトルでお話し,しますまあ歯に着ぬ着せぬチャンネル桜の水島社長になればですね参政、まあ、党という 新しい政党についてもまあ手厳しいわけですね。で参政党についてはまがいものだとか保守じゃないとか、まあ、これまでいろいろ水島さんおっしゃってましたけどそんな水島さんが今週の番組でその三政党分裂論いいうのをお話になっていますね、まあ、結論から言うと水島さんからするとあの 三政党のあのゴレンジャーっていうんでしょうかあの方々がみんな辞めていったのは当たり前だというふうにおっしゃってますね。で今神谷さんだけが残ってるとそしてこの神谷さんだけが残ってるこの状態がむしろあの普通なんだっていうそういう言い方を三島さんしてますよ。 ここれはこうやって一つのもののも見方ですね。なんか仲間割れしてああなったんであってですからそれはあのゴレンジャーたちの心が狭いんだとかあるいはお互い仲良くできなかったんだとか自分を押し通しちゃったんだとうとう言おうと思えば言えますよね。けれど水島さんによると参政党のもともとのあの みんなが政治に参加するのはまあいいとしてもいろんな人が集まってそしてその後物事を決めていくこのやり方がむしろおかしかったんだいろんな人が集まってつまりみんなが政治に参加するとそしてその後党員の意見で物事を決めていくこんなんは党じゃない三島さんはそうおっしゃるんですよ。 でそうではなくて自分たちの何かやりたいことがあってそしてそのことを打ち出して最初にやっぱ党の前衛というか党の指導部というか執行部というかそれが決めてそしてそれに賛成するような人をあの、まあ、募っていくというのが、まあ、党の在り方なんだけど何するか分かりませんと。 その今から何やるかは党員が集まってから決めますというこのやり方これがやっぱり政党のまずい点だったんだ、まああの参政党に寄り添って言えばですねこの水島さんのこのご批判あるいは参政党分裂論に対してもですよ参、まあ、政党も全く何も決めなかったわけじゃない。例えば食と健康教育 そしして国の守りでしたねこの3つの大まかなところに共感できる人ならまあ集まってもらってそしてそれぞれの個々のあのイシューに関してはやはり党員が決めていくというこういうやり方にしたんですっていうふうにまあ参政党としては言いたいたこととでしょうところが水島社長からするとやっぱそういうのはダメで最初にリーダーがあるいはリーダーたちがですね 一定の方向づけをしてそしてそれに賛同する者たちが集まってななきゃいけないけんだとですからああいうふうに最初に決めて動かないから結局あの分裂が起きてそして5レンジャーのうち、まあ、4レンジャーいなくなったと、まあ、松田さんはの残ってらっしゃいますけどもボードには入ってらっしゃらないようですよね。 まあ、水島さんは参政党ができた時からつまりもう3年前ですかあの参議院選挙はもうあの時からあんまりこの参政党に対してあのいいご発言はなさってなかったわけですよね2年前か3年前かあの2022年でしたね2年前ですか失礼しました。 でそのご意見は今も変わらないんだけどただ今みたいに神谷さんが一種独裁やってるわけですよね。であとのボードメンバーは神谷さんに対して「はい」という人たちばかりと案外これがすっきりした形じゃないのというふうにこう水島さんは褒めてるのかどうなのかでこのまあ一種距離を取った水島さんからのこの賛成討論っていうのは。 まある意味、性国を得ていてですから。あの今参政党からもかつてのような誰かと。誰かがね。なんか仲違いしたとか。こんな意見の反対が反対意見が出たとか。そういうのは全然聞かれなくなりましたよね。まある意味党が落ち着いているというか。 これも悪口っぽく言えば粛清したからね粛清したから結局反対意見が出なくなってこうなったんだよだけどまあ物事をよく取ればですね参政党が今ようやく団結してそしてあの安定を取り戻してで次の選挙にもなんとか迎えるんじゃないかというそういう状態とも言えるでしょう。水島社長の参政党分裂論まあ水島さんは口が悪いしあの 特に参政党についてはまがいもんだとかねあの偽物だとかもう今までも言いたい放題言ってらしたのでまあ多少ねあの額面割り引いて聞いとくべきなんですけどただし今回の神谷さんがもう一人残ってでこの方が実は参政党にとっては党らしいんだよ党っぽいんだよっていうこのご指摘はですね割とこうあの。 まあ当たらずとも遠からずというかそういうものかなとまあ参政党を支持しているというかウォッチしているというかそういう私からも今回三島さんのご発言あなるほどとそういう見方もあんなとこういうふうに聞きました。